ちは。僕はずんだの妖精、ずんだもんなのだ。はじめまして、漆黒メタン。またの名を闇よりの使者、漆黒のメタンよ。相変わらずの中二病だね。相変わらずいらんこという豆ね。ふえ。走行してるうちに着いたわよ。温泉施設併設のキャンプ場よ。ずんだもんは温泉好きかしら。はあ、それじゃあ油田の豆になってしまうわね。それは寸脈なのだ。ゆっくりしていてね。せい、石、読めないのだ。ガキ豆で草、ひじり石、よ。英語ではホーリーストーンで。なんかいろいろ書いてあるのだ。ここが第一キャンプ場よ。今日はここに設営するわ。他に第二、第三キャンプ場もあるみたいね。今回はケフが使えないから檻のブロックで固定すんだね。大煙幕の全幕を装備したわ。中はとっても広いのだ。一人で使うなんて贅沢だかんね。ワクワク。早速火起こしを始めるのだ。準備、オッケーオッケーよ。ファイヤーなのだ。今回はお昼ご飯調理するのね。今日も京都で炭焼きピザなのだ。炭焼きピザって美味しいのかしら。そうだね、外で食べるものは何でも美味しいのだ。丸ごと焼くのね。これはカンジャンセル。イエーイ、ティースピース。いよいよ始まるのだ。オワビーの用意もするのだ。クローゼット。最初の一杯は格別よね。メタンも未成年だからお酒飲めないからね。わかってるわよ。ちなみに僕は良い子のアワビーを飲むからね。メタンは何を飲むのだ。私は水道水よ。今度は貧乏なメタンのために何か持ってくるよ。ありがとう、楽しみにしてるわ。これは何をしているのかしら。ピザの表面を炙っているんだね。こうすることで表面が香ばしくなって美味しくなるのだ。なんとか反応なのだ。メイラード反応ね。それなのだ。カリカリの生地ととろけるチーズ、たまらないのだ。うまい酒が飲みたければうまいつまみを用意しな、ってことね。皆さんもお試しあれ。あら、ハイボールじゃない。本日まだ2杯目だね。さすがに寒いからカペースが下がっているわね。なんだかんだ言っても今は冬の東北地方だかんね。今だいたい3時くらいだけど気温が8度くらいなのだ。防寒対策は必須。当然なのだ、お外ある中の基本だからね。で、今度は日本酒飲み始めたわよ。You are in Japan. Here much line sake. No, I'm okay. I'm not なだ。そう。お、Never mind.たけさあ、焚き火をやろうぜ。どっつ？高い。最高やな。
そうあったけー。ここのキャンプ場の管理人さんに産みたて卵をいただきました。後でスンドゥブに入れて食べようと思います。いやー嬉しいね。スンドゥブ、美味しいのだ。寒い季節は鍋物に限るわ。ズンダモンはどんな鍋物が好きかしら？僕は断然湯豆腐だね。温かい豆腐が喉を通って胃に落ちてく感覚がたまらないのだ。そうなのね、その感じ、わかるわ。プロジェクト。ところで幕内の温度はどれくらいかしら？ストーブ添加後1時間で20度 C くらいだね。サーキュレーター使ってるから均一に暖かいのだ。ちなみに外気温が6度 C だったから十分暖かいことがわかるね。なるほど、いい買い物したわね。乾杯。チーズケーキ、どうやって手に入れたのだ？共立医療さんのイベントでもらったみたいね。ありがとう、なのだ。もうやめて、アル中だからね、飲みすぎよ。いややめない、美味しいからね、やめられない。おはようございます。おはようなのだ。はあ、いい朝。クソだるい撤収を早く終わらせるのだ。あんたも手伝うのよ、サボり豆。おかのんした。僕のお手伝いのおかげで早く撤収できたね。見てくれてありがとうなのだ。バイバイ。